はい、皆様こんばんは。5月の26日午後7時52分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日第2部の配信を行っていきたいと思いますけれども、第1部の配信から約どれぐらいですか、昼の1時ぐらいに流しましたので、6、7時間ぐらいね、経過したような形でございましょうか。配信時間はもうちょっと遅くなりますかね。はい、で、今日ね、午前の第1部の配信の方で結構ね、重要なニュース、テンションがね、こう皆様のグッとグッと上がるようなね、ニュースを取り扱いまして、午後ね、先ほどガーッとこう見ていたんですけれども、あまりね、こう取り扱う系の、ものが私の中ではなかったので、まあお一つだけねニュースを取り上げていきたいと思います。ですから今日のね第2部のメニューは、まずチャート分析ですね。はい、ビットコイン、そしてイーサリアムですね、そして、こちら情報がちょっとあります。そして IOST、そして、ステラでございます。ステラ、はい、そして、ソルですね、ソル、はい、そして、ネム、こちら6通貨の分析をいきたいと思います。で、他のアルトコインに関しても結構ね共通して言えるのかなと思いますので、こちら6通貨いきましょう。そして重要ニュースの方は、まあお一つだけね、ちょっとこう取り上げていこうかなと思いますので、ぜひとも皆様、ぜひとも第2部の配信ですね、意外と早く終わるかもしれません。今日の第2部はですね、楽しんで、ぜひとも楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。そして第1部の配信の方でね、結構先ほども言いましたように重要ニュースであるとか、あとはチャート分析もね、まだ午前の時間的に11時ぐらいのものですので、結構当てにはなるのかなと思いますので、そちらとね取り扱ってる通貨結構変えております。てかもうほぼ全て違うような形になっておりますので、そちらもね、参考になさってみてください。よろしくお願いいたします。はい、あとね、最近やっぱりこうチャンネル登録者の方が増えまして、こういうことね、やっぱりこう言っておいた方がいいのかなと。私ですね、FP ですよ、FP。いわゆるファイナンシャルプランナーのね、免許自体はまあ持っておりませんので、基本的にはね、私個人の見解として、まあ述べさせてね、いただいておりますので、そちらの方はね、ご理解のほどよろしくお願いいたします。はい、行きたいと思います。まあ相場師としてはね、ずっと行き続けているんですけれども、FP のね、免許は持っていないということで、ご理解のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは、まずですね、ビットコインの方からチャート分析を行きたいと思います。お願いしますね。まずビットコインなんですけれども、ただいまの価格がですね、39,600ドル付近を推移しているような形になっております。で、日本円で言うと430万円あたりですかね、を推移しているような形でございますね。で、午前中にね、一応ね、LINE を2本追加させていただきましたよ。この右上がりの LINE と、この右下がりの LINE ですね。この LINE を2本追加いたしました。午前の配信でですね。で、基本的にはここ、逆三尊形成。こちらもね、いいですか、もうちょっと短い時間軸的に逆三尊形成をしておりますので、どの道ですね、このラインを、まあ、上抜けをね、したとしても、この短い時間軸内における逆三尊でね、とにかく裏タッチで、まあ、裏タッチというかネックラインをね、抜けれずに、窮屈な状態で、抜けれずに抑えられるんじゃないのかと言っていたら、まあ、ものの見事にね、そのように動いております、今。で、基本的にはね、まあ、他のインジケーター、データ、まあ、RSI であるとかね、MACD 線であるとか、そちらの方はとにかく、右上がりのね、状態になっておりますので、雰囲気としたらね、何ら悪くないでございますよ。悪くないでございます。ですから、このね、短い時間軸内におけるネックラインをね、上抜けしていけば、とにかくドルベースでいくならば、どれぐらいでしょうか、4万3000ドル付近でしょうかね。このわかります、この裏タッチぐらいまで、いわゆるこのラインっていうのは、いいですか、長い時間軸における下落チャンネルを描いていたサポートラインなんですよ、これは。ですからこのライン上までね、まあパチッとこうタッチしてくるような状態になってくるのかな。ですからドルベースで行くならば、5万3000ドル付近でしょうか、そこでもう一回ね攻防がまあ待っているでしょうという形でございます。まあ午前中とね、あまり言うことは変わらないのかなと思いますので、そうですね、まあ詳しい内容、まあ初めて聞かれた方であればね、この第2部の配信で、ある程度こう情報をゲットしていただく、もしくは先ほど言いましたように第一部の配信でね、あらかた詳しく説明はしておりますので、そちらもね参照していただければと思います。よろしくお願いいたします。で、あとはまあどうですかね、4万3000ドル、とにかくこのラインをね、上抜けしてからの次は4万8000ドルですよね。ここが、基本的な赤い第3防衛ラインとしてね、効いておりますので、そこを目指してね、動いていくでしょうと。ごめんなさい、もう一回冷やしに戻しますね。で、4万3000ドルを抜けた後のこの4万8000ドルというのはちょうどね、やっぱり中期の移動平均線が、今これ被っている状態ですので、このラインぐらいまではね、やっぱりこう、下落チャンネルの中に回帰してきたら、まあ、狙ってね、いけるのかなという様相は、私の中ではちょっとしております。ただ、一つ懸念点は、いいですか、一つだけの懸念点は何か。これね、冷やしレベルでもね、MACD 線がそろそろゴールデンクロスを、起こしそうなので、いいですか、この
こちらですよ、こちらの方ですよ。ゴールデンクロスをね、起こしそうなので、右上がりにね、まあ、右上がりというかね、上昇に転じていけるのかなと、さらなる上昇にね、まあ、期待をしていけるのかなという形がしておりますよ。OK ですか？うんで、ごめんなさい、もう一回4時間足に戻しますね。一つだけ懸念点が何か。もうこれは大体わかります。うん。このね、4万3000ドルを抜けてからの、このやっぱり長期の100日の移動平均線が、ちょっとね、頭、押さえつけラインと、まあ、なってね、こう意識されてくるのかなと思いますので、ちょっと窮屈さを感じると思うんですけど、これもね、午前の配信で言いましたように、ここでね、いわゆるレジスタンスされて戻ってきたとしても、うん、この4万3000ドルというこのね、下落チャンネルのサポートラインですよ。うん、この黒い、ちょっとなだらかなラインですよね。ここできちんとサポートをされれば、先ほど言いました、うん、日足レベルでね、中期の移動平均線がちょうど4万8000ドル付近に、被っておりますので、そこをね、こう狙っていけるようなフェーズに入っていくのかなという形でございます。まあ、4万8000ドルをね、上抜けしたら結構いい形で、まあ、流れてくるんじゃないのかなと、市場の雰囲気もね、さらなる、まあ、いわゆる上昇がね、期待できるような空気感にはなってくるんじゃないのかなということで、そちらには、今のこのね、うん、チャート形状的には期待してもいいかなという形がしております。他の MACD であるとか RSI をね、加味すると期待感を持っていけるでしょうということで、よろしくお願いいたします。まあ、とにかく今はね、この短い時間軸内における逆三層のネックラインね、これをきちんとね、上抜けしていただくことが、まあ、最重要になりますので、またね、アメリカ時間でございます、夜中の時間にこうね、注意をちょっとしておいてくださいということで、お願いいたします。はい、次行ってみましょう。次はですね、イーサリアム行きたいと思います。イーサリアムでございます。ポチッとな。はい、お願いいたします。ビッツコインがキングなら、イーサリアムはクイーンでございます。うざ、お願いいたします。よろしくお願いいたします。皆様ね、今ね、うん、まあ仮想通貨業界がね、ちょっとこう盛り上がりを見せてきておりますので、まだね、全然笑って聞けるかなと、全然笑って聞けるかなと思いますので、今オリジナールに戻しております。オリジナールでございます。よろしくお願いしますよ。はい、やっぱりね、これがね、下落に入ってくるとね、何このおじさん冗談ばっかり言ってんのみたいな形でね、厳しいご意見ももしかしたらいただくかもしれませんけれども、まあまだそれはいただいておりません。はい、ですけれども、私はね、このスタイルとにかく貫いていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、で、まず先にね、イーサリアムの情報だけは言っておきましょうか。うん、チャート的にはね、あまり変わらないので、情報を一つ、うん、こちらはまあニュースでね、扱おうかなともちょっと思ったんですけれども、結構簡単に済みますので言っておきますよ。今日のね、今日のニュース上がってました。うん、今日の、ちょっと時間はね、まず定かじゃないんですけど、これイーサリアムね、結構力強い上昇を見したじゃないですか、ぐんぐんとね。で、これが結局そのバイナンスからイーサリアムが、50万イーサリアムでしたかね、引き出されたと、うん、いうことで、おそらくクジラか機関投資家じゃないかという話です。15億ドル分のイーサリアムが取引所から、引き出されたということなので、コールドウォレットにね、もしかしたら移したのかなっていうね、形になるでしょうか。んですから、ちょっとはね、こう売り圧がね、減ってきたということで、これは完全にね、イーサリアム単体で行くならばプラスの要因として、うん、捉えておいてもいいでしょうということでね、よろしくお願いいたします。で、あとはチャート形状的なんですけれども、チャート的にはね、うん、今こちら逆三尊のね、ネックラインをちょうど上抜けして、今ちょうどここ分かります？この上昇チャンネルの上限値、はい、4時間足レベルで言うとね、この上限値ですよ。ドルベースでいくならば3200ドルあたりをね、今金額がだいたい30万5000円とか31万円あたりですかね。ですから、3200ドルですので、どれぐらいでしょうか。今からで言うと4万円、ごめんなさい、5万円ぐらい、高い金額、つまり36万円、7万円ぐらいですかね。までは、まあ、目指していけるんじゃないのかな、というね、私、これ、様子は、しております。で、4時間足レベルでも、そこまでね、抵抗体がないので、まあ、いわゆるこの、上昇チャンネルの上限値までね、抵抗体がないので、持ち上がってくれるかな、という私はね、これ、様子がしておりますよ。で、あとは、どうですかね、1時間足レベルでちょっと落とし込んで見ていきましょうか。うん。やっぱり、1時間足レベルで言うとね、この、わかります？短期のね、移動平均線ちょっと割り込んじゃったんですけれども、この中期の移動平均線がね、そろそろ追いついてきそうなんですよ。うん。このね、ローソク足に。ですから、ここが上がってくるまでちょっと待っていただいてからのサポート転換で、この上を、3200ドルを狙っていくようなね、要素が、しておりますよ。OK ですか？で、まあ、最悪ね、やっぱりここ。このネックラインね、割り込んでしまうと当然、この上昇チャンネルの下限値ですよ。ですからドルベースで言うならば、2400ドル付近、日本円で言うと26万円から7万円ぐらいですか。ここら辺をね、もう一回つけてくるような形になるんですけれども、落ちてきたとしてもですね、逆にここをきちんとね、サポートとして見受けられるようであれば、やっぱりね、かなり強固な、買いが、うん、まあ、いわゆる強固なね、サポートとしてまたさらにね、意識されますので、どのみち上昇ね、この上を狙っていけるようなフェーズに入っていくんじゃないのかなと。で、あとは先ほど言いましたように、
ように、取引所からね、50万イーサリアムが、まあ、引けたということで、うん、クジラとか機関投資家の方たちがね、7月の、うん、やっぱりロンドンに向けて、何かしらの、こう、仕掛けというかね、まあ、上昇するだろうという見込みのもとで、引かしたのかなと思いますので、ここはね、やっぱり期待感を持って、うん、史上最高値をね、やっぱりこう狙っていってほしいなという形がするんですけれども、やっぱり6月に入るぐらいまで、まあ今週ですよね、やっぱり勝負どころは。うん、今週中にね、うん、この上昇チャンネルの上限値をブレイクしてくれればですね、結構いい波がね、またこれイーサリアム単体でね、見受けられるとは思いますので、そこに対する期待感はね、持っていってもいいのかなという形がしておりますよ。OK ですか？で、申し訳ございません。もう一度、日足にちょっと見ていきましょうかね、日足を。うん。で、今ね、もう最高値からの、まあ、下落をね、考えていくならば、最高値からの下落を考えていくならばね、まあ、ちょうどこのほら、上昇チャンネルの、このレジスタンスラインがね、だいたい半値戻しぐらいまで、来るので、まあ、3200まではね、そういったものも加味すると、上がってきても、やっぱりこう、おかしくないのかなと思いますので、うん、期待感はね、持っていきましょうかね、そういった形でよろしくお願いします。もし、うん、買いたい方であれば、買いたい方であれば、先ほど、ちょっと見ましたよ。申し訳ございませんね。ごめんなさい。1時間調べていきますよ。先ほど見ました中期のね、移動平均線が、上がってくるまでちょっともじもじするかもしれませんので、サポートをね、確認した後に、まあ、ロングインを、FX なら FX、うん、短期なら短期でね、かなり利幅短いんですけど、3200ドルぐらいまでのフェーズを狙っていけるんじゃないのかなーってね、これは思いますので、もし余力がある方はね、まあ、参考程度に、まあ、聞いてみてください。やってみてもいいのかなと思いますよ。はい、よろしくお願いいたします。はい、まあ、イーサリアムに関してはそれぐらいでしょうかね。まあ、午前中と、うん、あまり様相が変わらないということで、ちょっとごめんなさい。午前中収録したのが、うん、そうですね、ちょうど抜け後に収録したので、うん、あまり値位置的にはね、変わらないところを、まあ、推移しております、もう少しね、中期の移動平均線が上がってくればサポートとしてね、上をガンと狙っていけるかなと思いますので、そこに対する期待感は持っておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、次行ってみましょう。まあ、とにかくね、うん、取引所から、引けたっていうのは結構プラスなね、要因として捉えられるんじゃないのかなという形がしておりますよ。はい、次行ってみます。行きます。行っちゃいます。皆様の大好きなアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。よろしくお願いいたします。はい、IOST でございます。ポチッとな。はい、こちらでございますね。はい、IOST なんですけれども、いいですか？ただいまの価格がですね、0.033ドル。うん、日本円で言うと3.、どれくらいですか？ 7、8 円ぐらいですかね。3.78 円ぐらいを、うん、推移しているような形になっております。で、まあ、IOST に関してはね、今これ、ちょっとごめんなさいね。矢印が欲しいでございますよ。はい、ありました。今これですね。まあ、日足レベルで見るならば、まあ、これね、見ていただいたらわかるように、うん、こちら、下落チャンネル内をね、推移しているような形になっております。下落チャンネル内をね、推移しているような形になっております。で、とにかく、そこをね、下割れしていないということは、やっぱり、結構ね、強固な、まあ、強固なというかね、そう、嬉しいものではないんですけれども、基本的に下落チャンネルとかね、いうものに関しては、あとは下落、下降ウェッジですよ。は、基本的には上抜けするっていうのが、基本的なオーソドックスな流れですので、うん、ここからね、やっぱり期待できるのは、この上限値を狙っていく、うん、このいわゆる下落、まあ、下降ウェッジ的な形ですかね、今ちょっとこう狭まってきておりますので、うん、下降ウェッジのね、このレジスタンスライン、つまりドルベースでいくならば、まあ、ちょうど黄色いラインとね、ほぼほぼ被りそうなんですけれども、0.044 ドル付近ですよね。日本円で言うと 5円ぐらいですか。5円から、うん、5.5 円ぐらいです。5円ぐらいでしょうかね。そこら辺を目標にね、上がってくるんじゃないのかなという様子はね、見受けられますよ。うん、ビットコインが崩れない限りですね。ビットコインが崩れると、やっぱりね、どうしてもね、うん、釣られて落ちてきちゃいますから、そこは注意しておいてください。はい。ですけれども、ビットコインがね、ここ4万2000ドル、3000ドル。うん、下落チャンネルの、サポートラインにね、裏タッチして、そこをもし突破するようなことがあれば、IOST もね、まあ、このラインを上抜けして、うん、この、わかります？右上がりの斜めのライン。これは、長い時間軸でね、サポートをされていたラインなんですよ。ですから、この裏タッチぐらいまでね、ぐんと上がってこれるかなと思いますので、ドルベースで言うならば、0.055 ドル。ですから、日本円で言うと6円から、6.5 円ぐらいですかね。うん、そこら辺ぐらいまではね、上昇が見込めるかなと思いますので、期待感をね、持っていきましょうかと。うん、まあ、とにかくビットコイン様のね、が下落をしてくれるなと。そこがとにかく今ね、他のアルトコイン、ほぼ全てに言える、まあ、ことでございますね。よろしくお願いしますよ。で、あと一つはね、どうでしょうかね。うん。今、上値を重くしているのは、日足レベルでのね、この短期の、うん、移動平均線っていうのが、ちょっと上値をね、重くしているので、ここをクリアしてほしい。まあ、とにかく、うん、黄色いライン、0.04 ドルぐらい。ですから、ドルベ、ごめんなさい、日本円で言うならば、5円ぐらいですかね。うん、5円。うん、4.8円とか。うん、そこら辺ぐらいをね、上抜けしてくれれば、この黄色いラインも、
パンとね突破してくると思いますので、これはね結構ね長い間、うん、サポートとしてね聞いていた場所なんですよね。位置的に言うとサポートラインとしてね聞いていたライン、ですので、抜けをね、抜けるのが結構もしかしたら苦労するかもしれないんですけれども、うん、今意識としたらおそらくねこの加工ウェッジが意識されてると思いますので、意外とね、そこまで抵抗されずにこの上限値、うん、この右下がりのねレジスタンスラインまで持ち上がってくる可能性はありますので、そこの期待感は持っていきましょうかということでよろしくお願いします。あとは、4時間足レベルではね、今ちょうどわかります？マック D 線が、うん、これですよ。ゼロラインをね、ゴールデンクロスを起こして突破しようとしておりますので、まあ力強いと。4時間足レベルでは抵抗線がほぼないですもんね。このレジスタンスラインぐらいまで。長期の移動平均線がちょっと被ってる状態なんですけども、これぐらいですかね。うん、ですから、うん、ここまで上がってくるかもなーっていうね、今の状況で言うと、こう考えられるシナリオかなと。で、1時間足レベルで行くならば、うん、別にね、RSI 値も特に変わりすぎの領域にもないですし、MACD 線もね、まだ、右上がりの状態を保っている、まあ、右上がりの状態になってね、こう、まあ、保っていきそうな形がしておりますので、うん、やっぱりこの上限値をね、一旦は目標値としていけるのかなと思いますので、そこはね、まあ、これも一緒。まあ、でもどうです ?IOST、日本人の方、まあまあそうですよね。あとは提携話とかがね、あった時の反応は強いので、長期保有目的ならね、これは、うん、やっぱり今、買いの通貨として捉えていいのかなと思いますけれども、やっぱり短期とかね、あとは FX 関係であれば、やっぱりね、この、わかります?ごめんなさい、もう一回4時間に戻しますよ。この右上がりのサポートラインあるでしょ?この上に少なくとも回帰してから入っていくのがいいかなと思いますので、まだね、このラインを上抜けしてから入ると、やっぱりどの道このラインがね、この右上がりのサポートラインが長い間効いていた。これが、抵抗線となる可能性が大いにありますので、この上にね、回帰してから、まあ、FX なら FX、うん、短期なら短期でね、仕掛けていくのが、まあ、面白いんじゃないのかな、という形はね、しておりますよ。OK ですか?まあ、そこら辺ぐらいでしょうかね。まあ、とにかく今は、5円から 5.5 円ぐらいを目指していくようなフェーズに、うん、入っていきそうだな、っていうのをね、ちょっと意識の中に入れておいてください。よろしくお願いいたします。そこを抜けたとしても、ここですよ、6円から 6.5 円ぐらいでねまた抵抗されますので、そこを抜けて、まあ、だから7円ぐらいですか、日本円でいうと7円ぐらいをつけたあたりぐらいから力強さがね、チャート形状的には出てくるでしょうから、そこはねよろしくお願いいたします。はい、次行ってみたいと思います。行きます。次はですねステラ行ってみましょう。ステラでございますね。はい、こちらでございます。はい、ステラなんですけれども、いいですか、ただいまの価格が、0.44 ドル付近をね推移しているような形になっております。 0.44 ドル付近ですね。で、日本円で言うとだいたい50円ぐらいを動いている形でしょうか。で、もうこれステラはね、もう見ていただいたらわかるように、うん、まずね、これ前も言ったんですけど、結構ステラ今回の、まあまあ確かに下落はしてますけど、もうちょっとね、他の通貨であれば、もっとガリって言っていたと思うんですよ。で、これ、やっぱりね、この上昇チャンネルの意識が結構強い方がいたのかなと、思います。やっぱりこの上昇チャンネルって結構長い間、作成されていたんですよ。ですからこれをね、結構意識されている相場師の方が多くて、今回ね、下割れを起こしたんですけど、そこまで食らわなかったですよね。そこまで食らうことなく、今もう戻りかけておりますので、結構ステラ単体で見ると、うん、強いのかなという形はね、感じはねやっぱりしておりますよ。感じはしております。 OK ですか。で、とにかくステラに関して言えることは何か、もうこれはね前も言ったと思うんですけれども、この上昇チャンネル内にとりあえず今回帰してきてほしい。これ一択ですね。これ一択で、やっぱり、ここですよね、うん、抵抗線として、この青いラインですよね。青いライン、うん、ここが抵抗線としてやっぱり効いておりますので、これはですね、うん、ここです。やっぱりある程度レジスタンス、まあレジスタンスされてますよね。レジスタンスされてます。そして、ここですよね。出来高がね、グッと入ってきた時ありますでしょ?ここです。うん。グッと入ってきた時の、まあ上昇起点。出来高がだから増えてきたところの場所になりますので、ある程度買った方もね、ここら辺はいるのかなと。うん。あとはこちらもですよね。ここも。ここはサポートとしてね、機能しておりますよ。OK ですか?ですから、基本的には上昇起点、出来高がぐっと増えてきた起点になる場所、そしてレジスタンス、サポートになってますので、ここがね、やっぱりレジスタンス、サポート転換線になってるんですよ。そして、あともう一つね、もう見ていただいたらわかるように、この、日足レベルで言うとね、短期の移動平均線が、ちょうど青いラインに被ってますので、やっぱり上値を重くしている。ですから、この上昇チャンネル内にね、実践として、回帰してくれば、結構ね、主要なラインっていうのをブレイクするような形になりますので、また力強さが出てきてね、いいですか?この 0.7 ドル付近、うん、このオレンジのライン付近をね、目指していくような要素がおそらく見受けられるでしょうと。で、このラインに関しては、
わかります？まあレジスタンスですよね。まあ頭を押さえつけられているラインですので、まあ意識はされていくでしょう。ですから上昇チャンネル内に回帰してきた時の、まあこのちょうどね抽選ライン付近にこのオレンジがかかってますので、ここでの抵抗を見ていきましょうかということですね。 OK ですか？ですからまあ、どうですかね、上昇チャンネルの中にね、回帰してきた時、回帰してきた時というのは、結構ね、買い目となるような、まあポイント、まあ短期とかね FX であれば、ある程度ね、勝負を仕掛けていってもいいかなと思いますね。結構ほら史上最高値に近いでしょう、もう、上昇チャンネルに回帰してきたらですよ。史上最高値がごめんなさいね、0.77 ドルぐらいですので、ここをね目指していくような動きに当然なってくるでしょう。でさらに言うと上昇チャンネルの上限値っていうのがね、その史上最高値よりも高いラインにありますので、どの道わかります？上昇チャンネルの上限値をつけていくということは、アーテ波をつけていくことと同時ですので、またさらなるね、力強いブレイクをしていってからの強い上昇、これが待っている可能性がありますので、そこに対してはね、期待感を持っていけるのかなと。OK ですか？ですから、まあ、FX であるとか短期であれば、この中にね、回帰してきたときに、ちょっとこう、アーテ波を狙う形で。こうね、まあ、握っていただいても、勝負をね、かけていってもいいのかなっていう形がね、私の中でしております。まあ、私は、そういう形で流れでいこうかなと思いますので、もう少しですよね、もう少しですね、52、3円あたり多分つけたあたりぐらいから、ちょっといい形の波がね、来そうな感じがしますよ、これは。OK ですか？ちょっと1時間足も見ていきましょうかね。まあ、MACD 線形もね、あまり、特に問題もなく、右上がりに行きそうですし、1時間足レベルであればね、この移動平均線っていうのが、まあ、ちょうど支えに、ね、なっているので、下をね、支えてくれるような状態になっているので、もう少し買いが入ってくればね、ぐりっと上抜けをね、してくれるかなと思いますので、期待感をね、持っていくのがいいんじゃないのかなって形がしております。今結構どの通貨もね、まあ、同じような様相ですし、結構期待できるかなと。ある意味、静観してね、落ち着いて見ていけるかなと思いますので、そこに対する安心感はね、あるでしょうということで、よろしくお願いいたします。とにかく52、3円あたりをステラはつけてくれれば、ちょっと様相が変わってくる感じがしますよ。お願いいたしますね。はい、次行ってみましょう。次はですね、ソルですね。ソル行ってみましょう。はい、ソルでございます。はい、ソルなんですけれども、ただいまの価格がですね、35ドル付近を推移しております。これはまあドルベースでいいですかね。ドルベースでいいでしょうと、35ドル付近ですね。で、まあとにかくこちらちょっとね、これラインを引いておきましょうかね。高値を結んだラインをこう引いておきましょうか。こういった形で引いておきますよ。ごめんなさいね。はい、こうです。やっぱりね、このレジスタンスラインを上抜けしてくれたっていうのは、まあ大きいですよね、要因としては。そして、今ね、ソルなんですけれども、いいですか？これは前からね、言っておりますよ。上昇チャンネルの、ちょっと末広がりなね、上昇チャンネル、になっていたんですよ。この上昇チャンネルの、中にね、まあ、下落で回帰してきましたよ。回帰してきました。ですけれども、サポートとしてね、ガチッと機能して、今ね、上を、まあ、狙っていっているような状態。で、上値をまあ、重くしているというわけではないんですけれども、この上昇チャンネルの中にね、サポートラインが引けていたんですよ。ちょっとこうね、短い時間軸ですけど、サポートされてますよね。ここもある程度実践としてサポートされてますので、このラインでの、今、裏タッチ、をしているという状況でございます。でこのラインはね、とにかくね、いいですか、ちょっとまあいきますよ。このラインに関してはやっぱり日足レベルでね、短期の移動平均線もちょうど被っておりますので、ちょっと抜けるのね苦労してくるかなと思います。ですからまあ結論を言うならば、いいです、この青いラインですよ、青いライン、つまり40ドルですよね。ここを抜けてくれれば、ちょっとまた力強さがね取り戻されてくるでしょうと。この40ドルを抜けるということは、いいですか、この上昇チャンネルの OK です、末広がりな上昇チャンネルのレジスタンスラインもね、ほぼほぼ抜けるようになります。そしてもう一つあるんですよ、もう一つ。これはね、何かと言いますと、これです。この、覚えてらっしゃいます？この40ドルと、ね、この50ドルの間、ですよ。この、レンジ相場をね、一時こう作っていたんですよ。ソルはですね、レンジ相場。で、ここをね、下割れしてしまった。これはビットコインの基調もありますし、あともう一つ、あれです。バイナンス、ごめんなさい、コインベースですよね。コインベースへの、上場の話がほら、延期になったじゃないですか。あれも要因としてあったんですよ、やっぱり。OK です。ですから、このね、40ドルという節目を抜ければ、コインベースの話がね、今延期になった状態で落ちてきておりますので、抜ければね、コインベースの話がもう一回再熱してきた時に、力強さをやっぱりもう一段取り戻して50ドルを抜けて、史上最高値をね、目指していくような流れになっていくんじゃないのかなっていうのはね、私の中でこれ感じております。はい、OK ですか？ですから、今とにかくやってほしいことは、OK です。この青いラインですね。この青いラインを抜けた後に、ブレイクした後に、FX なら FX、短期なら短期で勝負仕掛けるところでしょうと。で、あとどうですかね、ソルに関しては長期保有目的でね行くのがいいのかなとやっぱり思いますよ、これはこれで。もしね資金に余裕がある方で、まあソル考えてみようかなという方がいるんであればね、まあ買っていってもいいのかなと思いますけれども、まあここはね個人個人のまあ資金のね兼ね合いもあるでしょうから、まあ私はね基本的には今回こういった風に下落をしてきて、サポートラインにね差し掛かったあたりぐらいで、差し値は置いておりましたので、このライン上に
当たった時らへんですよ。差し根を置いておりましたので、ある程度刺さってはいったんですけれども、まあ、長期保有目的でですね。うん。ですから、まあ、もしね、興味がある方は、まあ、購入していってもいいのかなと思います。で、どういう通貨か知りたい方はですね、私の新通貨ご紹介の方に入れておりますので、そちらをね、参照していただければ、どういった通貨かわかります。で、あと、データ的に4時間足レベルだけは見ておきましょうか。うん。MACD 線もね、もう少しこれ上がってくれば、ゼロラインをこの状態で、突破してくるということはね、上昇相場がまだ継続中よということですので、さらなる力強いね、上昇に期待できるでしょうと。まあ、この上限値あたりぐらいまではタッチしてくる、40ドルぐらいまではね、タッチしてくるようなレベルで上がってくるんじゃないのかなというね、形がしております。うん、で、あとは RSI 値に関してもね、今どれぐらいです？ 56 ぐらいですので、うん、強気派がね、結構強くなってきたのかなと。うん、ですから、まあ、もうちょっとね、買いが入っていってもいいかなと思いますので、それに関してはそういった形でしょうか。まあ、とにかく40ドル以上をつけてくれれば、また力強さがね、出てくるよということで、押さえておいてください。よろしくお願いいたします。はい、次ですね。チャート分析は次で最後になりますね。いきますよ。次はネムでございますね。最後。はい、ネム行ってみましょう。こちらですね。ちょっと雨の音がね、うるさいかもしれませんけど、ご了承ください。申し訳ございませんね。はい。ネムなんですけれども、これね、ただいまの価格が、いいですか？ 0.2 ドル付近を、うん、まあ、推移しております。日本円で言うと、どれぐらいですか？ 22、3円ぐらいですか？ 22 円ぐらいですかね？をつけているような、うん、形になっております。22円ぐらいですね。で、ネムに関して言うならば、今ちょっと見えたんですけれども、いきますよ。ちょっとこれね、ロングチャンス、ロングチャンスです。はい。もう少ししたら、このね、頭を押さえつけられているラインあるでしょ？これです。これ。これを実践として抜きそうなんですよ。抜きそう。もうかなり強固なね、これレジスタンスラインとして効いておりますので、このラインをね、抜いたら、とにかくちょっと力強い上昇がね、待っている可能性があります。待っている可能性があります。まあ、目標値で言うと、この 0.25 ドル付近ですかね。うん。ここをまあ目標値としてね、進んでいけるかなと。あと出来高もね、ガンといきなり入ってきたので、うん、何かなと。まあ、注目度合いはね、ちょっと今薄れているんですけれども、やっぱりシンボルのね、兼ね合いもありますので、シンボルがやっぱり盛り上がってくれば、うん、当然ネムもね、まあ、ひっつき虫みたいな形でぐーっと俺も待ってくれ、ついててくれ、みたいな形で連れてって、みたいな形でね、来るんじゃないのかなーっていう形がね、私の中でしております。うん、ですから、これもね、ある程度長期保有目的で、まあ、余力がある方であればね、購入を検討してもいいのかなと、いう形は私はしておりますよ。うん、実際問題はですね。で、目標価格的にはですね、とにかく今のフェーズ、まあこのレジスタンスラインを突破した後はやっぱりこの黄色いラインですよね。 0.25 ドルですから、日本円で言うならば30円ぐらいですか、うん、30円ぐらい、27、8、30円ぐらいですかね。そこら辺を目標に基本的には上がっていくような形になりますので、ちょっと実践として抜けてね、もしお小遣い稼ぎちょっとしたいなーっていう方がいるんであれば、 FX とか短期トレード、うん、ロングでね仕掛けてみてもまあ面白いんじゃないのかなーっていう形がしておりますよ。 OK ですか。うん、ですから、まあ今ちょっといい形で佳境にね、短期的には差し掛かっております。で、長期的なある程度目線で言うならば、うん、この下落チャンネルをね形成している状態ですので、黄色いラインをね突破する、まあどうですかね、突破していってもね、やっぱりこの青いラインで押されるかなと思いますので、どうでしょうか。今ここで抜けた後にロングインして、黄色である程度生産をしていただく、うん、生産をするのがいいのかなと思いますね。うん、で、その後に、まあお小遣い稼ぎレベルですよ。で、その後にやっぱりこう短期とかね FX で勝負をかけるんであれば、このオレンジのラインですよね。この 0.42 ドルっていうのが結構硬くね意識されていたんですよ、実は。 OK です。ですから、このラインを上抜けした後にね 0.6 ドルとかいうフェーズに入っていけるかなと思いますけれども、今ちょっとね、ネム単体で言うと、やっぱりね話題性にまだ乏しいので、ここにまあ買っていっても全然いいと思うんですけど、かけるんだったらね、私ならまあジムにね、行くかなという感じですよね。シンボル、ジムの方が、まあ、ネムよりもね、ちょっと安い、あまり変わらないんですけど、安いですし、上場という話題がね、やっぱりあるので、まあ、ジムの方を私なら行くかな、私ならですよ、行くかなという形ですね。まあ、まあ、ついていってくれってね、ひっつき虫で行ってくれる可能性は先ほども言いましたね、あるんですけれども、まあ、資金がもし、ね、余ってるならば、どっちかって言われたら、やっぱりジムの方に行くかなという形ですね。ですけれども、今ね、佳境に差し掛かってますので、一応、うん、FX 短期のね、ちょっとロングチャンスということで、ここはね、取り扱わさせていただきました。よろしくお願いいたします。もう一回見ておきましょうかね。そうですね、この結構ね、頭を押さえつけられているラインがね、強固に効いてましたので、ここを実践として明確に上抜けすればね、やっぱり、うん、30円ぐらいまでは狙っていけるかなと思いますので、少しね、考えてみてもいいでしょうということで、よろしくお願いいたします。はーい、それではね、本日のチャート分析はまあこれぐらいにしておきましょうかね。午前の配信がね結構多く扱いましたし、ニュースもね結構多かったので、そちらもね、ぜひともまあご覧に、ね、なられてみてください。よろしくお願いいたします。で、本日の重要ニュースいってみたいと思います。パフお願いいたします。パフいってみたいと思います。いっちゃいますよ。いきます。こちらでございます。パチ。はい、
お一つですね。いきますよ。はい。まあね、中国の、あちらですよね、規制の話がありまして、暗号資産デリバティブ大手、バイビットですね、バイビット。これが、いいですか、中国の IP アドレス関連のアカウントを停止しました。うん。ですから、中国の電話番号とかでほら、登録しているものは、まあ、停止という流れでしょうね。で、上から下に簡単に流していきますよ。うん。大手、これ救急じゃないです。ちょっと日付は注意しておいてください。それがあったので、今回ちょっと扱いました。うん。バイビットがですね、いいですか、2021年の5月の25日に、中国国内の IP アドレスに紐付けられているユーザーアカウントを、いいですか、6月の15日、に停止することを発表しましたと。ですから6月15日っていうのがね、ちょっとやっぱり気になりますので、ここはね、売り関係とかは注意しておいた方がいいかもな。もうね、取引所から出してね、コールドウォレットにね、移してくれればいいんですけどね、皆さんがね。はい、もう売り圧にならないので、ですけど、そうはね、うまくいかないかもなと思いますので、やっぱり、あちらのお国の方々がね、もうやばいって言いながらもう売る可能性もやっぱりありますので、ここはちょっと売り圧に注意しましょう。6月の半ばです。 OK ですか。で、中国政府が今月の21日にですね、仮想通貨のまあ取引、マイニングに関する規制をね、強化する方針を示したことを受けて、仮想通貨事業者からは続々と、中国移住者向けサービスの停止が、まあ、発表されているため、業界では、まあ、ここ重要ですね。今後の取り締まりによる市場への影響を懸念する声が強まっていますということです。OK ですか？まあ、ここ上から下。書いてますね。中国国内の IP アドレスに紐付けられたアカウントを、まあ、日本時間でいきましょうか。日本時間の6月15日の午後5時。午後5時。これに、この日付でね、停止することを発表したと。一時停止なんですかね？もう禁止なんですかね？ここがちょっと、まあ、停止ですか？一時かなと思うんですけれどもね。ちょっとここが、書いてはないので、一時かどうかっていうのがですね。うん。そうですね。ちょっとそこら辺がちょっとまだわからないので、ごめんなさいね。ちょっと、まあ、上から下に流していきましょうか。うん。で、まあ、バイビットはですね、中国本土ではサービスを提供しておらず、2020年にも中国国内の、うん、IP アドレスからのアクセスを禁止する措置を取っておりましたが、今回の発表では、うん、随時実施している登録ユーザーのアカウント情報チェックを行った結果、少数の API インターフェースが中国の IP アドレスからアクセスされていたことが発覚したと。ですから、そこをもう切るよということですよね。はい。で、こちらですね。6月15日に実施される中国関連アカウントの停止によって、対象となるアカウントは口座資産の紹介、あとは注文、取引、入出金などといった様々なサービスに利用制限がかけられることとなるため、バイビットはですね、早めにポジションをクローズして出金するように促していますということですね。で、まあ、期日までにね、間に合わなかった場合でも、資金が凍結されることはないらしいので、まあ、でもね、一定期間の、対応には一定期間が必要になると。まあ、もしね、これ聞かれてる方で、まあ、いらっしゃったらね、あちらのお国にお住まいで、うん、バイビット使われてる方もしかしたらね、いらっしゃるかもしれませんので、ここはまあ、注意をね、しておいてくださいということですね。で、一度中国の電話番号に紐づいたアカウントの場合は、電話番号の変更手続きを実施した場合でもアカウントの凍結が実行されるとも報告をされていますということですよね。うん。で、中国政府は今月21日に暗号資産の取引とマイニングの規制を強化する方針を示したため、中国移住者向けに、暗号資産関連サービスを提供していた、フォビア、あとはビットコインドットトップでいいんですかね、 BTC.TOP TOP などの企業は中国での事業停止を発表していますということですね。で、ここまあ最後気になります。中国政府が今後具体的にね、どのような取り締まりを実施していくかについては明らかにされていないものの、うん、実際の取り締まりはこれから行われていくと報告をされているため、いいですか、仮想通貨コミュニティでは中国の規制強化は、うん、今後も仮想通貨業界や仮想通貨関連事業者に打撃を与える可能性があるとして懸念する声が強まっていますということでございますよね。で、お偉いさんがね、もう壊滅、破壊的な打撃を与えるみたいなことを言ってたらしいので、ちょっとね、売り圧には注意しておいた方がいいかなってここら辺はね、思いますよ。 OK ですか。ですけれども、今ね、まあ、いろいろなデータを見るか、見るとですよ、ニュースでも上がってましたけど、やっぱり3万ドルがね、結構大底として認定していいんじゃないのかみたいなニュースも流れてました。うん。ですから、まあ、一時はね、まあ、今上昇に入っておりますので、安心して見ていける相場になっているのかなと思いますので、ここはね、まあ、落ち着いて静観を、まあまあ、しておきましょうということで、よろしくお願いいたします。はい。それではですね、本日第2部の配信をここらで切りよく終わっていきたいと思います。そしてね、チャンネル登録者の方がいきますよ。なんと、いきますよ。7500。
10名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。誠にありがとうございます。午前の配信からこれまた10名ほどですか、登録をしていただきまして、やっぱりですね、皆様の高評価であるとか、あとはまあ低評価バッドボタンでも構いませんよ。あとはコメントですよね。ここら辺がやっぱり要因で、YouTube のおすすめとかね、あとはあの関連動画に上がっている様子ですので、今後ともですねよろしくお願いいたします。あとは初めて聞かれた方はね、チャンネル登録の方ぜひともぜひともよろしくお願いいたします。はい、申し訳ございません。今日のね第2部はここらでねちょっと短めだったんですけれども終わらさせていただこうと思います。ボリューミーな内容はですね、先ほども申し上げましたけれども、しつこいようで申し訳ございませんね。あの1日2回配信私しているんですよ、午前と午後で、ですから、この動画の1個前がね、今日の朝収録したものですので、ニュース関連もね結構熱々のものがありますので、ぜひともね、参照なさってみてください。よろしくお願いいたします。はい、それではね明日の朝は、また昼前ぐらいにね、配信をさせていただきますので、それまで楽しみにお待ちください。それではおやすみなさい。では、バイチャ。